野村ダムは、愛媛県西予市野村町、肘川水系肘川に建設されたダム。高さ60メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、灌漑、上水道を目的とする、国土交通省直轄の多目的ダムである。ダム湖の名は、朝霧湖という。市場にて、愛媛県南部、南予地方の海沿いには、 宇和島市や八幡浜市の町並みが広がっており、愛媛みかんのブランドで知られる、温州みかんその他柑橘系の果物の栽培が。しかし、山がちで、水利に恵まれず、水不足による被害が頻発していた。特に1967年の干ばつは、当地の農業に大きな打撃をもたらしている。そこで、愛媛県最大の河川である肘川の上流部に野村ダムを建設し、 蓄えた水を南予地方沿岸部へと分水する工事が進められた。野村ダムの建設は1970年。施工は清水建設、大砲建設が担当。総事業費は285億5000万円であった。野村ダムに蓄えられた水は、古城の取水塔から取り入れられ、そこから長さ6キロメートルの吉田道水路を通じて分水嶺を超え、 さらに南北へと伸びる、幹線水路で広く供給されている。樹液自治体は、宇和島市、八幡浜市、西洋市、西宇和郡、伊方町で、管外面積は約7200ヘクタール、給水人口は約16万人、幹線水路の長さは90キロメートルにも及ぶ。みかん畑をはじめとする農地に管外用水として、最大流量3.506立方メートル毎秒。 年間2780万立方メートル、さらに上水道用水として0.49立方メートル毎秒、1日最大42300立方メートル、年間895万立方メートルの水を供給する。また、野村ダムには洪水調節のための容量として洪水機に350万立方メートルが確保されており、ダム地点における 計画降水流量1300リッター、片メートル毎秒のうち、300リッター、片メートル毎秒を抑制。ダム直下の西予市野村町だけでなく、下流の六谷川ダムと連携することで、大洲市の洪水被害を軽減させており、その実績は野村ダム管理所の公式ウェブサイトにて公開されている。野村ダムは、水力発電設備も有しており、 最大1.6立方メートル毎秒の水を利用することで最大665キロワットの電力を発生。ダム管理に必要な電力を確保し、余剰分は電力会社に売電している。野村ダムの建設に伴い農地16ヘクタールが水没し、家屋49戸が移転を余儀なくされたほか、既存の漁業や水力発電事業にも影響が及んだ。 かつて当地で稼働していた野村発電所は水没、廃止となり、さらに下流の愛媛県営肘川発電所も分水に、伴い発生電力量が減少。このため、水源地域対策特別措置法の指定に基づき、各方面に保障が取り計らわれた。最寄りの松山自動車道、西予宇和インターチェンジ、もしくは JR 予算線、宇野町駅から自動車で、 約20分間で野村ダムに至る。ダム湖は1987年、森と湖に親しむ循環沖に公募され、霧の多い地勢から朝霧湖と命名。ダム湖百選にも選定されている。周辺には西洋市野村シルク博物館や湯の里温泉ユートピアウアといった施設のほか、牧場や桂川渓谷、湧水の 観音水などの観光地が点在する。また、毎年5月上旬には、イベント、野村ダム祭りや、朝霧湖、マラソン大会が開催されるほか、8月中旬には、野村農業花火大会、11月下旬には、おつ通用相撲でにぎわう。クリップ2018年7月5日から7日にかけての、雨雲の動き肘川流域は、 周辺の山々によって雨雲が補足され大雨となりやすく、川口付近も狭く排水に難があることから、長年洪水被害に悩まされてきた。戦後、負担の軽減を図るべく六谷川ダム及び野村ダムが建設され、一定の効果は発揮できているものの、抜本的な解決には至っていない。 野村ダム完成後の水害としては1995年の梅雨前線豪雨や2004年の台風18号などが挙げられるが、とりわけ2018年の平成30年7月豪雨では、野村ダムで1942立方メートル毎秒、下流の六屋川ダムでは3800立方メートルという過去最大の流入量を記録。野村ダム下流の西予市、野村地区で、 約650戸が浸水し、5人が死亡。六谷川ダム下流の大須市では、約2800戸が浸水し、4人が死亡した。平成30年7月号宇治の対応を検証する中で焦点となったのが、両ダムによる異常洪水時防災操作である。計画を上回る降雨に対し、満水となった両ダムが決壊を防ぐため、流入量相当の放流を実施したものである。 野村ダムが緊急放流を行ったのは7月7日の午前6時20分のことで国は西予市に対しあらかじめ深夜2時30分に緊急放流を実施する可能性があると連絡したと説明しかし住民に避難指示が行われたのは緊急放流の1時間10分前の5時10分のことであった愛媛県及び西予市ではこうした状況を 全く想定しておらず、洪水地のハザードマップの作成をしていなかった。同様の問題は、下流の六谷川ダムでも起こっており、六谷川ダムから大須市に連絡が入ったのが5時10分、住民への避難指示が7時30分、緊急放流開始はわずか5分後の7時35分であった。両ダムを管理する国側は、避難に必要な時間を稼ぐとと,ともに、洪水も軽減した主張しているが、 住民の間では、憤き通りと定款が広がっている。2019年日本民間放送連盟賞、南海放送、緊急放流イコール逃げろ。誰が命を奪ったのか、ラジオグランプリ受賞、南海放送、2020年2月23日閲覧。ありがとうございます。